人生は楽ではない。そこが面白い。はじめまして、 T2 やトリプルスリーです。春休み始まりましたね。春休み第1弾企画として、子供たちを散歩に連れて行きたいと思います。まあ、今回ただの散歩じゃなくて、ここは秋田県の湯沢市なんですけども、市内から50分ぐらい上の方に登ったところに親須郷温泉という観光名所がありまして、その観光地を、まあ、スポットを巡りながら楽しんでいきたいと思います。じゃあ時間的には1時間くらいですかね。ゆっくりと回りながら、なんかところどころも開放しているところもあるみたいですので、そういうのも含めて楽しみたいと思います。では行ってまいります。はい、こちらが総合案内所です。この案内所に行けばいろいろな宿を紹介してくれます。はい、こちらが不動滝入り口です。総合案内所から入れます。2人とりあえず俺のも押しておいて。4人。よし、こちらが小宝神社です。ここの枕を持っていくと子供ができやすくなります。ぜひ親須郷に来た時は寄ってみてください。ここ行きたい。ん？ここ。大奮闘。新しい看板もできました。すごく立派になりました。英語表記もできております。ちょっと映りが悪いかな。入り口がこちらになります。あ、それ、あ、それ、あ、それ、それ、それ。今日から通れます。地元の協力者です。はい、こんにちは。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。観光客は？そう、走って何？今日からですか？こっちが4平米、向こうが300、4平米6段の302段。分かりました。いつも頑張ってくれてるおじさんたちです。おじさんじゃない、おじさん。ありがとうございます。ではじゃあ、自然の力で圧巻。
から302段の階段を上がります。今日は非常に寒いです。いや寒い中ね、まあ、子供たちもねすごく楽しめたと思います。で思ったより観光地もね、あのスポットも全部開通してますので、ぜひ親栖温泉に来た際は皆さん観光を楽しみながら温泉を入りながら楽しんでください。それではまた。